ラジオ局 J-WAVE 81.3FM では、7月9日、日曜日、22時から22時54分放送、サビと音楽をテーマにした特別番組、J-WAVE Selection Impex The Song of Journey をオンエする。アーティストの佐藤千秋がナビゲーターを務め、ゲストに白石麻衣とダイス、花村想太を迎える。旅先で聴く音楽は、その瞬間をまるで映画のワンシーンのように彩る。そして、実際に足を運ばなくても、音楽は、あの時、あの場所で感じたものを思い起こさせます。このプログラムのテーマは、旅と音楽。リアルでも空想でも、この夏、出かけたいあの場所へ旅先へ思いを馳せながら、そこで聴きたい音楽を語り合う1時間だ。オンエアでは白石麻衣とダイス、花村想太がゲストで登場し、ナビゲーターの佐藤千秋とそれぞれ対談。佐藤の楽曲のファンという白石は、旅先で聴きたい音楽や移動の際の過ごし方から、白石が普段からよく聴く洋楽の話題まで、ここでしか聴けない音楽談義を繰り広げる。バル、花村も旅先で聴きたい音楽や移動の際の過ごし方について語るほか、出身地である兵庫県伊丹市の魅力を紹介。一見接点のなさそうな佐藤と花村が明かすつながりとは。さらに、YOASOBIのボーカルイクラとしても活躍し、シンガーソングライターとしても活動する生田リラからコメントも。どうぞお聞き逃しなく。